ンポン。人生相談があるんです。人生相談？うちに。最近疲れてるんですかね。ちょっと情緒不安定になる時があって。そうなんか。こんな感じです。情緒不安定の表現雑じゃない？そんなルーレットみたいな表情の入れ替わりないやろ。こんにちは。いつも先生は元気ですね。いつもあれだから違和感を感じていらっしゃらない。せいなちゃん、あんな先生なんか情緒不安定らしいね。でも確かに何かついてますね。急にスピリチュアル。そうなんか。ちょっと見てみますね。ままなんか多様なサンバがついてますね。なんでや、 BGM うるせえな。前回呼び出した女神が腹うせに先生に悪霊を取り付かせたみたいです。アンネロー、どうすればええにゃ。つく方法はあります。ほんまか。私がこうドリドリしてる間にあかり先輩もドリドリしつつ先生に触れれば OK です。そんな恥ずかしいことをしなきゃならないんか。およしゃ、すごいこらてめえ。ほんま取り付かれてるんかこいつ。でもこれをやればゆかりちゃんは助かるんやな。はい、ゆかりちゃん。なんかいまいちシリアスになりづらいな。行きますよ。おい、ドリ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 。うら、大丈夫か。私は一体。あかり先輩が先生を助けてくれたんですよ。え、特に。あれ、これって恋ひねりすぎてるラブコメのプロローグみたいにすんのやめろ。あかりちゃんありがとう。あ、はいはい。すいなちゃんありがとう。どういたしまして。みんなありがとう。治った途端ほんまうるさいな。元気になってよかったです。